電撃プレイステーションのインディーゲーム実況はい、で今回紹介させていただきますインディータイトルは、ザ・スワッパーというタイトルになります。はい、もう切り替えるのかな。このゲームはですね、もう結構発売されてるのは結構前なんですよ。2014年のタイトルだったりするんですけども、うん、2015年だったかな。あ、2015年ですね。2015年に登場してるんですけども PS ストアで登場してるのは最近ということで、まあ、やってる人プレイステーションの、まあ、インディーゲームをチェックしてる人だったらやってるかなと思うんですけども、11月とかにはあのフリー PS プラスでフリープレイタイトルだったりしたので、やってるかなと思うんですけれども、まあまた前回紹介したのと同じで、あ、インディータイトルと同じで、あのフィンランド北欧のですね、このゲームを、ゲーム会社さんが作っているゲームなんですけれども、まあ結構世界観が、あの構築されていて、あ、間違ってですね。はい、すいません、やります。で、これ雰囲気すごいあると思うんですけども、まああの舞台としては宇宙なんですね。で、まあジャンルとしてはまあアクションパズルゲームみたいな感じで。これあのシステム的には、クローン、自分のクローンを作って、まあ、4人まで作れるんですけど、クローンを作って例えばですね、こんな感じで自分のクローンを作って、でこれ自分のクローン自分と全く同じ動きをするんですけども、で、これがクローンっていうシステム、操作で、でここにクローンの位置に自分がワープできる。でこの2つが大きな特徴で、これをもとにいろんなパズルをクリアしていくみたいなところですね。で例えばこんなシーンがありますというところで、まあ、なんか光ってて怪しいスイッチみたいなところがありますというところで、まあ、下の方で青い光の中ではクローンは作れないって言って、まあ、あの青い光と赤い光ってあるんですけども、青い光でさっきのクローン、これは作れないですね。で下の方は青い光が出るので作れますと。でここに乗せるとスイッチは乗せます。で青い光がちょっと弱まったのでここに作ってもう一個乗せると、そうするとここの扉が開いて、でもこのままだとまたこうやってスイッチが押せなくなってまた閉じてしまうので、ちょっと待ってくださいね。ここにもう一匹置いてここにスワップするとこのままいけるという感じで、こんな感じで、まあこんなリズムでクリアしてるんですけど、で赤い光、これはクローンを作ることはできるんですけど、そこに移動することはできないっていう光なんですね。なんでまああそこにスイッチがあるんですけども、ここにクローンを置いてでスイッチを押して、でこっちにクローンを作ってスワップしてみたいな感じでクリアしていくと。でまあこうやってメモリーターミナルみたいな感じで、結構シリアスな宇宙での、冒険ゲームなので、まあ、こんな感じでストーリーがちょっとあるんですけど、そういうのも体験しつつ、まあ謎を解いていくというようなアドベンチャーですね。パズルアクションアドベンチャーみたいな感じです。はい。で、チーズね。で今日はですね、僕も今日はあの担当、うちの編集部の担当にあんまりプレイするなって言われてる。なんでかっていうと、結構先のステージを初見プレイしろということで、最初の方のチュートリアルはやったんですけど、ここから先はちょっと僕もやったことがないパズルのところに入るので、クリアできるか分かんないんですけど、できればコメントとかでちょっとフォローしてくれたりするといいかななんて思いますが、はい、まあ本当に雰囲気のあるゲームなので、今だとプレイステーションストアで今2000円で売ってますので、はい、でこれがこの始まるところなんですけど、
俺が初見でプレイしろって言われてるとこなんですけど、上行くのかな、一旦上行きましょうか。よいしょ、ちょっと待って、これ4人まで作れるんですけど、あ、これ、ね、高いところから落ちると死ぬんですよ、2人死んでますよ、行きますね。で、これでスワップして移動して、うん、まあ、ここは多分見なくてもいいんでしょうけど、まあ、こんな背景とかがありつつ、でこの次のシーンが多分パズルゲームのところなんですけども、まあなんか赤と青の光が2つありますね。でその奥にあのこのなんかコアでしたっけ、これオーブでしたっけオーブがあるんですけども、あれを取って他のところであれを使ってパズルをさらに先に進めるみたいな感じなんですけども、であれをまず取らなきゃいけないんですけども、あれはあのクローンでは取れないんですね、うんうん、なんでスワップして自分があそこに移動しないと取れないっていうギミックなんですけども、さあどうしましょうっていうところですね、うん、なんであの頑張りますどうするのこれ、まあ、ちょっと やってきますね。これがあっちか、赤だから、あ、こっちはいけんだっけ、ここにはいけんだよね。でスロップ、あ、そっか、ちょっと待って分かんないけど、ここを踏むとあそこになるから、あ、あそこにいけんのかも、いける、いける、いけないのか、青い中だから、うん、ちょっと教えて、リュウちゃん。あ、これいいのか。これ合ってんじゃないの、これ。合ってるらしいですよ。あ、そっかそっかそっか、そうだよね。だから、ここに一人やって、で、スワップして、でもあそこに行けないね。4体まで行くのか。これがスワップすると、いけないよね、これね。あ、いけんのか。あ、これいいんだ。これでスワップして、あ、違う違う、スワップして、あ、これ取れるっていう感じです、はい、たまたまクリアできました、はい、こんな感じで、でもう一つあったよね、もう一つ次の方が難しいそうです。すぐ近くにあるんですけど、でここねまた高いからこのまま落ちると死んじゃうんですよ、うん、だからこういうところもあのこうやって作って、あ、作っちゃいけないのか、落ちながらなんかね、落ちると一応そのゆっくりなんですよ、うん、時間が、でこう、あー、死んだこれダメなパターンですね、まあ、一応ダメなパターンも見せなきゃいけないってことで、で降りながら、あ、行くんじゃねえ、降りるんだよね、降りて降りながら生成して、でスワップするみたいな、すると落ちるクローンは死ぬんですけど、スワップした先の自分は死なない。何これ、ピンクじゃん、あ、ピンクってことは多分これ赤と赤青が混ざってるものですね、ものですねものですが、あ、でもオーブはここにあるんですね。でもあのスイッチを踏むと何かが起きてっていうことで、でこのなんかこの今自分がいるここ光ってるじゃないですか、これはあのクローンとか多分出すじゃないですか、出すんですけど、これここの光の中入るとリセットがかかっちゃうんですね、リセットがかかってしまうので、ここを、まあ、やり直しをしたいときはここリセットすればいいんですけども、っていう感じで、まあ、ここをこう出してなんかこう先に行かせりゃいいんじゃねえとかって思うんですけど、いいんだよね、これ合ってんの、あ、分かった分かった、もう分かった、あ、ここにもう一人作るんでしょ、もう一人作るんだよ、これもう一人作って、でスワップしたのかな、スワップしたのかもしれない、スワップして先に行かせて押しますよね、これでいけるじゃん、もうかこう難しいっつってたくせに簡単じゃん、これこれでいいでしょ、これでいけるのかな、これ合ってる、これ合ってる、ここ合ってんじゃん、いいじゃん、合ってんじゃん、いや合ってんじゃん、そう、ちょっとこれすごくない、
まあ、初見ですよ、本当初見ですから、ね、本当ですからね、練習してないですからね、本当本当本当どうよこれ。ちょでもね、パズルとかこれ謎解き系とかすごい苦手なんですけど、本当ちょっとうまくいっちゃいましたけど、ね、うまくいくと逆に盛り上がらないですよねこういうのって、ね、すいませんな、ちょっとこれどうする、ここから左行けばいい、左行くとなんか先進むらしいんで、うん、これどうするどっち、はいはいはい、はい、交代しながら、あ、そうなの、ここ難しくない、落下すると死んでる、死んでもいいですけど、ちょっと待って、操作忘れた、ね操作忘れるから、これで、あー、そっか、あ、できなかった、あ、こんな感じだよね、はいはい、よいしょ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと作ってすぐ座ってね、あ、これ、これで、あ、これ6って書いてある、これオーブが6個必要ってことじゃないのか、これはいいの、なんかあるよ、なんかあるよ何これ、行くの、行くの、行った方がいいの、行かなきゃダメ、うん、じゃあ行ってみます、あ、そっか、スワップしてないと、スワップして何、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 あ、これ分かった、もうそういうことか、そういうこと、これ難しくね、でもこれ、あ、え、これ落ちながら入れるの、入れるの、あ、そういうことか、綺麗、綺麗ですね、うん、すごい綺麗、ここにいいの、オッケー、で、あ、なんかいる、 How did you get back here? Why are you following me? Look, it's too late now to apologize. Just let me gogo.おお、どこ、ちょっとあれね、テレポートすると場所なんですよ、なんかすごい全然謎が生まれてきましたね、こっち、うーん、でまた赤いのがあると、あ、いけないよね、こっち行かなきゃいけない、あ、でスワップできないんだ、難しくないこれ、あ、大丈夫か、いけるいけるいける、左に進んでもらえる、左に進んでも、ああ、そういうことか、え、でもこれって、あ、そっか、そういうことか、はいはいはい、もうなんか、台風教えてもらっちゃってあ、本当、うん、俺結構一番悩んだんだけどだからね、こういう、これって何なんだろうね、乗組員の叫びみたいな、そうだよね、なんかこういうメッセージも出てくるんですよ、これでいいのかな、これもっと先の方行くとかなり難しいらしいんですけど、もう1時間ぐらい悩んじゃったりすることもあるらしく、どれでもいいです、3箇所オープンがあって、どの難しいなと、まあ多分解けないで途中で終わると思いますけど、あ、ここにオーブがある、開いたじゃん、開いたじゃん、え、これでいいの、あ、スワップ禁止か、赤スワップ禁止か、そっか、あ、分かんない分かんない分かんない、あ、じゃあお願いします、あの、うちの担当がやりますんで、本当できんの、多分ね、本番弱いタイプなんですんなりいかないと思いますけど、スワップはできるんだよね、そこに、ここで言わないでください、これで、あ、そういうことか、足んないよね、一体ね、
そうだね、作りすぎちゃったね。そうだよね、そうだよね、一体足んないよね、やめましたね。はい、そんな感じです、うん、はい、え、終わり？いや、自分で。え、嘘、俺やんねえ、今どうやったのちゃんと見てなかったけどはいはいはい、え、これでこう座って、さあ座ってできるのか、これ一回戻るんだよね。ちょっとリュウちゃんやってよ、これはい、やって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 、もういい、ちゃクリアしちゃってって、これって結構終盤なんですか？いや、全然全然全然終盤じゃない。あ、そうなんだ。これで上に作ってスイッチを押して、あ、落ちちゃった合ってる？大丈夫です。大丈夫？本当？あ、そういうことか、時間差。落ちちゃったってそういうことか。あ上のやつがダメじゃん、はい、もう一回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 ください。これで、これで上に作ってスイッチを押して、でもう一回そっちに作ってで開いて、あ、そっか、それでそうだよね、あともう一匹作れるから、それでスワップするんだよね。あ、しないで、スワップしないの？スワップするんだよ。おいおいスワップするよね。そうそう、そうだよね。でも割とコンパクトにやり直してる。うん、で作って、で、あ、いったいった、はいはい、ありがとうございます。こんな感じですね。こんな感じでやっていくゲームなんですけど、結構難しいし考えないといけないので、だからあの結構もう前のゲームなんで結構動画とか結構落ちちゃってるんですけど、見ないで自分で頑張る方向で行くといいと思います。そうですね。はい、うん、はい、今日はこんな感じでスワッパーでした。はい、プレイステーション。